日本ハム軍事自分に任せてもらえる。ファイターズがすごく合っている。プロ野球選手としての土台を築いたのは東北の地で過ごした3年間だ。実勢を重んじる仙台育英の野球部は全然、厳しくない。今はわからないけど、当時は練習メニューも自分たちで決めていました。かなり特殊な学校で基本的に楽しかったです。理不尽な練習を強制されることなく、のびのびとした空気の中で長所を磨いてきた。高校3年時には元ロッテの平沢らと共に、夏の甲子園で準優勝を達成。自ら考え、行動することで得た成功体験を、今でも鮮明に覚えている。自分に任せてもらえる。大学もそうでしたし、僕はそういうチームで野球をやってきた。だからファイターズが、すごく合っています。選手の個性を尊重し、実勢を重視する。新天地のチームカラーは、軍事のスタイルによく馴染む。日ハムには白米があるからな。理不尽な練習を強制させられるプロ野球チームがあるみたいな記事やんけ。日ハムで食う米はうまいか？自身が中日に在籍してたという黒歴史を消したそう。やっぱり米は大事よ。中日は立浪天皇の独裁体制だからな。まるで中日がガチガチの昭和の管理野球みたいじゃん。ハムは食品会社だから食には細かいもんな。まるで中日が理不尽な練習を強制的にやらされてるみたいな言い方だな。北海道の新鮮な海鮮で食べる白米はうまいか？初回チャンスでツーラン狙ってはいなかったんですが、昨日北海道に来て初めて美味しいお寿司を食べまして、北海道いいところだなと思っていたら打てました。いいチームに入れてよかったな。ガチで黒歴史やん。まるで任せてもらえない球団があるみたいな言い方はやめろ。米騒動当日に大暴れとかおもろすぎるわこいつ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。